アメリカを代表するイラストレーター、ノーマン・ロックウェルのイラストを瀬戸焼で表現した作品の展示会が東区の横山美術館で開かれています。これらの作品は1970年代から80年代を中心に瀬戸市で作られ、輸出先の現地アメリカで人気を博しました。こちらはロックウェルの代表作、自画像をモチーフにしています。 自画像を描く様子をユニークに表現した原画を細部まで精巧に立体化していますこの企画展は11月6日までです